国道149号終点静岡県静岡市、清水区清水駅前交差点国道149号は、静岡県静岡市清水区の清水港から、清水駅前に至る一般国道である。国道149号起点付近静岡県、静岡市清水区日の出町、静岡市清水区日の出町の、羽衣京北詰めを起点として北上し、 JR 清水駅前に位置する道区江尻東一丁目の国道一号、東海道交点とを結ぶ延長2 6トルの一般国道の路線で、いわゆる港国道の一つである。全線が静岡市都市計画道路に指定されており、交差点を左折、右折するたびに代表を含印が2 0ルの3.449清水港美保線、3.442入線町、 船越線、同30メートルの3.27号を橋横差線となる。起点は、国道150号と共有しており、港国道の中でた路線と起点を共有しているのは、国道198号と本路線だけである。東国道を介して、国道1号と国道150号を結ぶ役割もある。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過値は次の通り。 静岡県静岡市清水区入泉町交差点経路は、起点から終点まで、清水港の港湾部の西側で南北に並行しており、入泉町交差点と万世町交差点の2カ所ある十字路で、クランクする。国道150号と共有する起点、羽衣橋北詰めには、港らしさを感じられるランドマーク的なものはなく、日本の一般国道の中でも、 とりわけ起点位置が難解な路線であるとの指摘がある。ありがとうございます。